ざっくり偉人ヒストリー。こんにちは、歴史大好き、葵です。今回は幕府の陸軍から実業家となり、三井財閥の初代社長として創世期の日本経済を動かし、現在にも残る日本経済新聞を創刊した増田隆の90年間の生涯を紹介します。増田隆の誕生。1848年、佐渡の国相川町、現在の新潟県佐渡市相川に、幕府奉行の父鷹之助の長男として生まれ、幼名は徳之進と名付けられます。英学に励む少年期。1855年、7歳、父鷹之助は函館奉行所勤務となり、徳之進も奉行所の教育所で英語を習い始めます。1859年、11歳、父が外国奉行支配条約を拝命し、一家も江戸に移り、徳之進は外国語修習見習い生となります。この時代で佐渡から函館、江戸とこんなに転勤させられていたというのは珍しいケースだな。1861年、13歳、ヘボン式ローマ字でも有名な横浜のヘボン夫妻のヘボン塾で英語を学びます。1862年、14歳、試験を受けて合格し、通訳官として麻布善福寺のアメリカ公使館に勤務することになり、そこでさらに本場の英語を学びます。幕臣としての活躍。1864年、16歳、幕府がフランスに使節団を派遣し、その随員となった父鷹之助の従者として同行し、ヨーロッパの進んだ文明を目の当たりにします。この旅ではエジプトのスフィンクスで撮影された貴重な写真が残っているぞ。同年、16歳、帰国後英会話を習うため横浜の運上所へ勤務しながら、騎兵隊にも入隊し、フランス軍人から馬術とフランス語を学びます。1868年、20歳、江戸城で将軍徳川慶喜より直々に騎兵神南を任じられ、幕府騎兵隊の隊長となります。同年、20歳、旧友であった矢野次郎の妹で絶世の美女と言われていた A と結婚します。井上馨との出会い。1869年、21歳、明治維新後横浜に移り、ウォルシュホール商会で商取引の通訳として働き、当時の大蔵省大臣であった井上馨を紹介されます。1872年、24歳、井上馨の招待で大蔵省に入り、旧幕府時代の通貨を新貨幣に切り替える造幣言答を命じられて役人となり、大阪に赴任します。1873年、25歳、井上馨が汚職事件を追及され官職を辞したため、それを追って辞職し、井上が設立した泉州会社という商社の副社長となります。1875年、27歳、伊藤博文の招待で井上馨が再び政府の要職に返り咲いたため、泉州会社は閉鎖を余儀なくされます。泉州会社の活動期間は2年ほどの会社であったが、純利益で15万円以上、現在の価値で30億円を稼いでいたぞ。1876年、28歳、両替商を営む美濃村利左衛門による三井家が泉州会社を引き継ぎ、新会社を設立します。1876年、28歳、泉州会社の副社長であった増田が新会社の初代総括を引き受け、社名は増田自身が三井物産と命名します。会社設立にあたって三井側から三井物産への出資はゼロで、むしろ三井家に対する増田の請負事業として再スタートしたぞ。同年、28歳、三井物産創業の3ヶ月後、私財を投じて経済新聞、中外物価新報、後の現在にも続く日経新聞を創刊し、自身が解説、論説に筆を取ります。三井財閥の発展。1877年、
29歳、西南戦争の軍需品取引により、創業翌年には、純利益20万円、現在の価値で約400億円を計上させます。西南戦争で、官軍が費やした費用は4156万7727円で、現在の価値で9040億円相当になるぞ。1888年、40歳、官営で独占してきた石炭鉱の民間払い下げが決定し、政府の差し値は400万円という破天荒な金額でしたが、三菱との入札争いの末、三井家炭鉱を落札します。1889年、41歳、三井家炭鉱の落札により、三井は銀行、物産に次ぐ御三家の一角、三井鉱山を設立します。1902年、44歳、三井グループの最高評議機関である三井家事務局管理部の専務理事に就任し、実質上の最高経営者となります。茶人としての一面。1906年、48歳、神奈川県小田原市の板橋に別邸早雲台を造営し、3万坪の敷地へ数多くの茶席を建て、茶会を開きます。この頃より茶器収集を趣味とし、自らも茶人として評され、煩悩という名で呼ばれていたぞ。1913年、55歳、三井合名理事長に段卓馬を推薦し、同社の相談役に退き、第一線から引退します。増田隆の最後。1938年、90歳、風に気管支炎を併発して神奈川県小田原市の自宅にて療養を開始しますが、10日後昏睡状態に陥り、そのまま息を引き取ります。増田隆は三井財閥の強力なリーダーとなり、三井財閥の発展に貢献したのはもちろん、日本の経済界だけでなく、茶道や日本の文化も牽引していた人物なのです。彼の残した功績の一つである日本初の経済新聞の創刊は、現在でも日経新聞として現代日本の経済へ大いに影響を与えていると言えます。増田隆ゆかりの地。増田隆碑、佐渡奉行所跡近くにある佐渡市相川病院内の駐車場の一角に、増田隆の石踏みと案内板がありますが、2029年までに公園を併設し再整備される計画があります。早雲台跡、南向き斜面の広大な邸宅跡は現在は分譲され、正門があった付近は道路となっており、入り口となる場所へ案内板が設置されているのみとなります。松永記念館、小田原市郷土文化館、文館として美術品等を展示する施設で、増田隆の茶人としてのコレクションを一部展示し、庭には増田邸早雲台の横隔庵の炉と言われる石製炉があります。三井、三井家炭鉱。払い下げにおける競争入札で三菱と争う中、増田隆が三井銀行を説得し、三井財閥が落札した炭鉱で、2015年には世界文化遺産として登録され、見学も可能となっています。護国寺、増田隆の墓。増田家の墓で墓石には茶人としての名である煩悩が彫られており、敷地内には上半身部の銅像も設置されています。以上が増田隆の一生とゆかりの地のご紹介でした。最後までのご視聴ありがとうございます。これからも少しずつ歴史上の人物の一生を動画にして投稿していきますので、チャンネル登録をして見てもらえると制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。